信じられる情報っていうものがめちゃくちゃ探すのが難しくなってきた時代なんで、2022年はね、やっぱり皆さんよりね、情報を取るソースを選ぶ必要が出てくると思うし、僕はもう2022年は希望しかないと思う。おー、希望ですね。希望しかない。もう分かってるもん、みんな。はい、どうも皆さん、こんにちは、ヨンソです。本日はみっちゃんをお迎えして、2021年の振り返ると2022年の展望のお話をします。イエーイ。はい、ということで、去年の年末に出ていただいてですね、2021年の展望という話をして2回目の登場ですけどもですね、はい、2021年はどうでしたか。いや、2021年、僕としては、はい、だいぶ刺激的でしたね。ね、前回多分ね、みっちゃんを紹介した時には楽読ジャパンの代表というところで、まあ、楽読をね、どんどん広げていくよっていうところだったんですけど、なんと退任するという、はい、あの事件というか出来事が起きまして退任というかクビというか、はい、あの新しいねステージにみっちゃんが行ったということで、はい、現在はですね、みんなの家、はい、住むとか生活するとか、うん、農業とかね、そういった我々人間が生活するっていうところの全般における、まあ、コミュニティであったり人のつなぎみたいなことをやるっていうことがね、多分今年のみっちゃんに降りてきたなんかミッションというか新しいステージだと思うんですよね、はい、なんで今日はね、みんなの家代表ということで。そうです、みんなの家の親方です、はい、親方なんです、はい、みんなの親方というところでね、2021年の振り返りと2022年の展望についてね、お話をしていきたいと思うんですけど、去年どんなお話したか覚えてますか。去年はね、なんかコロナのことがやっぱりメインで、なんかコロナがあったからいろんなこと変化したよねとか、そんなこと話してたのちょっと覚えてますね。そうですよね、はい、で去年ね、僕が来年じゃあどんな1年になりますかって言った時に、いろんなことが明らかになるっていうことを話したように思うんですよ、はい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 、言ってた言ってました、思い出した、はい、でみっちゃんは明らかになったのが、みんなの親方という形で、いろんな人たちの生活に関わっていきながら、いろんな人たちの住環境であったりね、自分の好きなことをしていきながら生きていくっていうところをサポートするっていうことが明確に分かった年じゃないですか。そうですね、多分皆さんも2020年はコロナが起きてちょっとバタバタしててね、これからどうなるんだろうかとか、未知のウイルスなんで、これでもしかしたら死んじゃうのかみたいな感じで、よく分からないものだったんで、まあ、慌てたりいろんな準備をしたりしてたんですけど、もういろいろ分かったんじゃないでしょうかね。ですね。その辺どうですか。その分かったっていうところが人それぞれ全部違うと思うんですよ。そうですよね、分かったっていう人も、コロナっていうのは単なる風邪だっていうふうに分かったっていう人もいるし、いやコロナってやっぱり怖いものだよみたいな解釈が分かったっていう人もいると思って、そうですよね、だから良くも悪くもどちらの世界で生きるかっていうことが明確に自分の中で決めなければならない、元になら自動的にも強制的にも決めさせられたみたいなですね。だから、まあ、ワクちゃんのこととかコロちゃんのことっていうのはそれが顕著に皆さんに分かりやすくなってくる。でメディアの情報とかね、多分去年もメディアの情報の取り方みたいなところのお話はしたと思うんですけども、やっぱりメディアに踊らされながら、いわゆるテレビとか新聞とかっていうね、まあ、そういった大きなエネルギーに流されて生きるのか、自分の感性を信じて類友とつながっていきながら、クローズのコミュニティであってもその世界の中で自分のしたいことをするとかね、自分の感性を信じて生きるかっていうところの、まあ、分かれ道というよりはどうするかの選択を迫られた1年のように思うんです。去年感性を磨くことがめちゃくちゃ大事になると思うよってヨンちゃん言ってたね。そうなんです。だからもうね、信じられる情報っていうものがめちゃくちゃ探すのが難しくなってきた時代なんで、情報のソースも含めてね、時代の流れとか情報のスピードもものすごく速いんで、選択してる間に次の情報が来るってなるといたちごっこになるわけじゃないですか。ですね。だからとにかく感性を大事にして自分の直感に従って行動ができた人っていうのは非常にこの1年いろんな意味で成長とか気づきとか学びが多かったんではないかなというふうに思いますよね。ですね。いやもうまさに僕なんか、まあ、一本の電話でね、そっちですかみたいな感じだけど、そうだね、なんかそこを、自分がね結局決めるわけなんで、なんか決めさせてもらったっていうのがね、今年の僕の本当感想ですね。そうね。だからまあいろんなものがすごいスピードで動いていくときに、やっぱり変化に対して柔軟でいないといけないっていうところで言うと、
まあ、さっき言ったような感覚が大事じゃないですか。ですね、決めるってなった時に思考でいくと、うん、例えばお金がとか、はい、時間がとか、うん、あのプロジェクトやりかけなのにとか、うんうん、みんなに宣言したのにとか、めっちゃある ね, ね、いろいろこう出てくるわけじゃないですか、人間的には、はい、でもそれを一個ずつコンプリートしていこうと思うと時間がめちゃくちゃかかるわけじゃないですか、はいはい、でも直感を信じて、うん、自分の直感に従って選択をした場合全てうまくいくんだ。なるほど。これを信じられるかどうかですね。頭の声というかね、はい、こう概念であったり記憶であったり、うんうん、人の目というものを気にして選択をするのか、うんうん、自分の直感に従って選択をして行動するかによってスピードが全く違うわけです。なるほど、なるほど。直感を信じて感性で生きている人っていうのは、うん、何が起こっても時代がどうであろうとも、うん、ブレーキがかからずに必ず前に進んでるんですよ。そうだね、うん、でもね、そうじゃない人は進んではあれ大丈夫かな、あれこうしても大丈夫かな、人はこうしないけど僕だけこうしててもいいのかなとか、いろんな情報をまた集めに行って、集まれば集めるほど混乱に陥ってしまい、どうしたらいいかわからない僕みたいな、うん、いやその混乱にね、うん、ハマる人ってでも結構今いると思うんですよ。めちゃくちゃ多いですね、うん、ちなみにヨンちゃんは今年なんか直感で行動したことってありますか？直感で行動したことっていうのは常に日常的にそうなんですよね。日常的に自分の感性を大事にしてるっていうところで言うと、はい、特に2021年で言うと意識してたっていうのは、うん、時間をいっぱいいっぱいにしない、はいはいはい、なるべくゆとりを持たせるようにする、うんうん、無理をしないっていうことをやってて、はい、言語的に言うと空な状態になるべく自分の意図とか、はい、自分の何か目標っていうのをなるべく持たずに、うん、まあ、大きな抽象的な志はあるわけですよね、はい、あの大きな世界へっていう YouTube でもそうですし、うん、まあ、そういったこの大きなコンセプトは持ちつつも、はい、具体的な数字とか、なんか具体的な目標を持たずに、なるべく時間に余裕があるような状態、うんうん、器で言うと器の中が空っぽな状態にしておくっていうことをめちゃくちゃ意識してました。うわー、それ僕、うん、最近実はやっとできるようになってきたんですよ、うん、なるほどね、うん、だけど最初、うん、それやった時って今までずっと動いてたわけじゃないですか、うん、やることなかったりするとかすると、うん、すごい不安不安っていうか、俺価値あるのかな、分かる、でも周りはみんな動いてるわけですよ、うん、そこがなんか僕今年のね後半すごいモヤモヤしました、ね、だからやっぱ人間って行動してないと落ち着かない人ってめちゃくちゃ多いわけですよ。だから特にサラリーマンの経験が長かったり、それで集団生活の中で規律正しく生きてきた人たちって、はい、朝起きて出社するとか、はい、自分の仕事場に学校であったりね、それで一日を平日は過ごし、週末を楽しみにし、土日はね、デートに出かけるとか何かショッピングに行くっていう楽しみのために平日を過ごすみたいな、はい、でも平日に何もしてない自分、そうそうそう、生産性がない自分っていうのを見に行った時にすごく自分がダメな人なんじゃないかな、はいはい、でなんかそのダメなんじゃないかな、だから何かをしようと思って始めることって大体うまくいかないです、うん、そうなんですよこれだから人間ってやっぱりそこでいろんなことをやってしまう、うん、あれもするこれも、それでお金を失ってしまう、時間の浪費をしてしまう、はい、で結果的にやった結果、ああ無駄だったなっていうふうに気づくってことはいいと、うん、ことだと思うんですけど、でもなるべく今は流れも速いしスピードも速いんで、空な状態にしておいて、うん、自分の大きな目標だけは掲げておいて、うん、目の前に来たものに対して感性で選択するっていうことをしていく。だから選択しないことも出てくるわけよ。そうだね、頭で考えたらやった方が儲かるのになとか、はいはいはい、やった方がこれ絶対に将来のためになるっていう打算が働いても、うん、なぜか感性はいや違う、これはやってはダメだっていうのを選択した方が後々振り返った時によかった、選ばずに、だ執着しないみたいな、はい、絶対これ欲しいって思ったものが手に入らなかったら、うんうんうん、今はいらないってことだ。なるほどね。今は違うってことで、もっといいものが後から入ってくる、うんうんうん、もっといい展開があるっていうふうにも思い込むだけですよね。なるほど。テイトヨンちゃんの中で、うん、なんかこれからなんか手に入るものというか、うん、なんかやっていくこととか、うん、なんかそういうのって見えてたりするんですか？いやー、ないですよね。だからそういう意味で言うと本の出版が決まったのも別に僕としては本を書くぞとか、はい、ね、出版社にお願いをして本を絶対に書きたいっていう意図はないんですよ。向こうからやってきた、はい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 、じゃあその本をなぜ書かされるかというと、うん、大きな世界へっていう僕の大きなゴール設定があるんで、うん、はい、それに伴って
角川書店というところから本の執筆の依頼が来るわけですよ。これが自費出版とかだと、ね、大きな輪を世界に広げるのは結構馬力がいるじゃないですか、はいはいはい、マーケティングしたりとか、ね、うん、いろいろこうやることがあるんですけど、僕はクールな状態で、うん、ある意味他力をうまく活用させていただいてる、はいはい、でもその他力っていうのは何に働くかっていうと、うん、ゴールなんです。なるほどね。これがあるだけで全てが整っていく、うん、であとは自分のやりたいことだけを選択していく。なるほどね。やりたくないことはもう選択しない、うん、でそのやりたいことをやってることが全てここにつながってるっていう風に考える。やりたいことっていうのは皆さんから見たら努力に見えてしまったり、すごく頑張らないといけないことかもわからないけども、うん、僕からするとしたい努力、YouTube 撮影したり編集するのも、はい、大きなお世界へって見た時に、うん、手段としては今自分がこれをエネルギーを注ぎたいことなんで、なるほど、それを頑張ったり努力をしたり研究するわけじゃないですかね、うんうんうん、そうやってるのが結果的にホームとかボイシーさんから声がかかって、はいはいはい、ラジオやりませんかとか、うん、でそういったこう話が勝手に向こうから入ってくるんですよ、でも例えば僕がね、うん、勝手に自分で仕事を作ってて、うん、もういっぱいいっぱいだと、スケジュール空いてませんと、はい、本なんか書く暇ないです、そう、ね、ボイシーの毎日配信なんてやってる暇ないですって言ったら、その話全部なくなるんですよ。確かに確かに。っていうことは新しい経験が得られない、うんうん、だから僕は自分の意図とか目的を大事にするよりは、うん、自分の状態を整えておく、スペースを空けておいて、そこに入ってきたものに対して感性で判断をしてそれを実行する、うん、こんなサイクルに、ね、完全になりましたね。いやなんかもうその達人みたいになってきてるよね、うん、そうね、まあ、達人かどうかは分からないですけど、うん、でもやっぱりね勇気はいるのよこれって。いやそうですそうです、なんかねその安心感が半端ないっていうか、うん、前までね自分でやらないっていうことをもっとやってた感じがするんだよね。あ、やってたってめっちゃ。そうですね、結局自分の能力とか才能とかを生かしたいっていう気持ちがすごく強いんで、うん、これで執着じゃないですか。そうですね。ってことは自分で取りに行くような感じなんで、うんうんうん、焦るというか、はい、自分の本来の姿から離れていってしまうんですよね。でもじっと待ってる、うん、まあ、神社でいうと神社はそこにあるがままだけども、そうかそこが気持ちいいなとか、うん、ここに行ってみたいなと思う人が勝手に来て、うん、まあ、そこで例えばねあのお賽銭を入れたりお布施をしてこうね、うんうん、ありがとうって感謝を伝えられるのって動かないからじゃないですか。なるほどね。神社は動いてないんですよね。そうだね。だからやっぱり歩くパワースポットじゃないけど、自分の波動がどういう状態であるか、うん、自分のバイブレーションに沿ったものが必ず引き寄せられてくる、うんうん、それは神社でいうと人だったりお金だったりね、でも人間でいうとそれはご縁であったり情報であったりね、はいはい、まあ、こんなことしてませんかっていう提案が来るわけでしょ、うんうん、でもその提案が来る元っていうのは自分自身じゃん、はい、日頃自分がどう生きているかとかどんなことやってるかとか、うん、どんなマインドでどんな志を持って生きてるかっていうことが、うん、結果的にそれのに沿ったものを引き寄せてくる。で、うん、無駄なことがなくなるんですよ。なるほどね。全く無駄なものは本当になくなります。で必要のないものが来た時にちゃんと感性に感じに行って必要ない判断をすると、うんうん、また自分の中でこれは自分はいらないって思う人なんだなとか、うんうん、今はこれは必要ないんだなっていうことが分かるようになると、うん、選択の質がどんどん上がっていくじゃないですか。なるほどなるほど。そうするともうしたいことしかなくなってくる周りの世界も自分にとって都合のいいものしかやってこなくなる、うんうんうん、都合の悪いものは一切なくなるっていうのがこれ多分ね僕宇宙の法則だと思うんですよ。いや僕も知識的にはそれ知ってるし、うん、でもやる思ってたらできるようになるまでって、うん、なんかもがいたりするようにも思うんですよ。あでもあるね、やっぱある程度経験を経て失敗もめちゃくちゃして、うんはいはい、で自分の我欲も満たそうと思ってやった結果だと思うのよね、うん、なるほどね。我欲を満たすっていうことは経験として僕めちゃくちゃ大事だと思ってて、うん、いきなりこの仙人みたいな状態になれるのは無理だと思うんですよ、はいはい、そうだね。でも人間っていうのはやっぱり欲によって突き動かされるっていうのがあるわけで、うん、僕は無欲なわけじゃないですよ。なるほどね。あここポイントかもしれないですね。そう、はい、僕はめちゃくちゃその人間的な欲求っていうのを失わないようにしてるんで、うん、例えば住む場所とか、はい、乗る車とか、うんうん、例えばこういったカメラとか、はい、スマホとかパソコンとかっていうのは、うん、なるべく自分が心地よく使えるもの、うんうん、便利で時間も効率よく使えて自分が使ってて楽しいなっていうふうに思えるものにお金をかけるようにしてるんです、はい、おなるほど。何もしないって言って、はい、別にね草とキウイを切って食べるっていう人生をしたいわけではないんで、はい、美味しいものも食べたいし、うんうん、いい景色も見たいしっていう、うん、それの欲求を持ってるからこそそれがエネルギーになるし、なるほどね。何かをこう目標を立ててね、例えば AWS PIX をやってみるとか、はいはい、YouTube で対談をしてみるっていうのも含めて、うん、なんかそういったところで自分たちが楽しんでやってることが人にシェアされたことによって人に喜びを分け与えてるっていうことが自分の喜びになるわけじゃないですか。なるほどね。
うん、この喜びまで失って、うん、なんか悟ったような感じで生きるほど退屈なことがないと思うんだ。なるほど、そっちは退屈なんだね。そう、だから意外と人生って苦労が多くて苦痛が多いと、うん、その苦痛とか苦労から逃げたくなるでしょ、うんうんうん、そこを避けたくなるでしょ、はい、だからなんか悟りを開いてみたいとかそういったこう苦がない世界に行きたいっていう風に人間は求めると思うんだけど、うん、いや分かる分かる。でもね、苦がない世界とか、うん、その苦労がない世界っていうのは、うん、実際ぶっちゃけた話するとこんなつまらない世界ないのよ。確かにここすごくポイントで、うん、だから人間ってある A 地点から B 地点に行こうと思った時に瞬間ワープすると移動というプロセスがなくなっちゃうでしょ、うん、この移動というプロセスが本当は楽しいわけじゃん。はいはいはい、そうだね、ね、うん、いろんなアトラクションが発生するわけでしょ、ここで。そうね、海外旅行なんか特にそうですもんね。そうそう、うん、行き方もいろんな行き方があるし、うん、お金をかけようと思ったらファーストクラスで行くこともできれば、はい、ヒッチハイクで行くこともできるっていうことで、うん、いろんな選択肢がこの中にあるわけでしょ、はい、でその中でいろんなチョイスをしていきながらいろんなこの物語があって結果的に目的地に着くわけで、ここが楽しいわけでしょ、うんうん、もっと言うのは準備の期間も含めてじゃん。はいはい、準備意外と楽しかったりするからね。でもさ、瞬間移動できたらどう？なるほど ね、そっか。そうすると瞬間移動だともうピッていけちゃうから、うん、なんか夢の中っていうかさ、分かんないままっていうか、何も楽しくないのよ ね、 そうだね。だから人間っていうのは欲しいと思った時にそれが手に入るまでのプロセスとか、うん、うまくいかないっていうことが実はすごく大事で、はいはい、人間っていつでも手に入るとか、うんうん、いつでもやれると思ったら意外とやらないんですよ。確かにそう、すごい不思議で、だから例えば車とかスマホでも何でも欲しいっていうものが手に入るまで待ってる間がすごく楽しいの、はい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 、ワクワクするの。例えば宝くじでもそうよね、はい、あれってこう結局当選日が来るまでの間がワクワクするだけの話でしょ。そうですね。でも結局手に入っちゃうと、うん、もうそれワクワク終わっちゃうわけよ。確かにそうね。そうすると次のまたワクワクのために何か次の自分の欲しいものを見つけるとか、うん、行きたいところを見つけるっていうのは人間の生き方としては僕すごく大事だというふうに思ってる。なるほどね。であまりにもそこが全部分かってしまって整いすぎると、うん、結局欲しいものがなくなるとね、人生ってやっぱり僕面白くなくなると思うんだね。欲っていうすごく大事でね、はい、だからまあ性欲を満たしていくっていうことが大事なんだけど、うん、まあ前半で言った体欲を持つの、そのためには、あ、なるほど、こっちが大事です。これはキリがないのここって、はい、結局さっき言ったみたいにいつでも買えると思ったら欲しくなくなるし、うんうん、いつでもやれると思ったらもう行かなくていいよってなっちゃう。確かになる。衣食住ってある程度満たされるとそれ以上はもういいわけ、はい、だから大富豪の人たちって結果的に自分の生活が満たされてくる、うんね、もちろんその大豪邸、プライベートジェット、ありとあらゆるものにお金を使うけども飽きてくるわけよ、うん、そうだろうね。だから財団を作るとか、うん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 ね、人に何か施すようなことをするとか、はい、寄付行為をするとか、あるいはもっと大きな野望を持つ例えば前澤さんなんかあれ100億かけて宇宙行くわけよ。ですよ、あれ100億すんだ。あれ100億、100億かけて宇宙に行くわけですよ、2週間ね。すごいね。日本人で民間人で初に宇宙行くわけでしょ、うん、だからそういう風に結局お金を持っても大きな夢を持ってる人っていうのは人生が飽きないのよ、うん、そうね。でもその夢のためには何が必要かっていうと、お金が必要だったり、うん、確かに仲間が必要だったり、うん、そういうのが必要だとしたらじゃあ事業を してみようとかね、何か新しいプロジェクトをやってみようというところが実はいろんなご縁とか情報が集まってきながら人生を楽しくしてくれるわけでしょ。だから苦労とか、うん、なかなかうまくいかないっていうのはあってしかり、うんうん、それがもし本当にない世界だったら、うん、これはもう地球で生まれる理由がなくてだって死んだ後の世界みたいじゃん、はい、そうですね。だって何でも思ったことが目の前で叶うってなると、うん、何もしようと思わないよ。そうだね、思ったことが現実になるのは嬉しいけど、うん、瞬間になるっていうのはやっぱり味わいがないもんね。はい、欲求欲しいと思わないよ、はいはい、だって目の前にあるんだもん。そうだよね。ないから欲しいと思うのよ。うん、できないからできるようになりたい。じゃあこの葛藤をもっと喜べたらいいのかもね。そうね。だからまあ葛藤はもちろん苦しかったりしんどかったりするんだけども、うん、その先に得るものがあるわけであって。ですね。うん、でもそれが欲しいって思えること自体が人生ってやっぱ幸せだったりするわけよ。うん、それがもう本当になくなるともう死んだ方がいい。そう思わない。つまらないよ。確かに。無味無臭な世界になっちゃうから、うん、だから悟りなんて開かなくていいし、うん、悟りなんて必要ないって僕は思ってるのよ。ですね。なぜかというと死んだら悟るから。死んだらね。死んだら何のために生まれてきたかとか、はいはい、ね、この世界の仕組みがどうなん、多分死んだら分かるっていうふうに僕は思ってるのよ、うんうん、ってことは今はああかなこうかなとか、うんうん、多分こうだろうなああだろうなっていうふうになんか探求探検してる方が楽しいじゃん、うんうんうん、
なんかクリアの仕方分かってるね、一回めっちゃクリアしたドラクエもう一回やりたい。はいはい、いや絶対やらないね。もういいでしょ、うんね、だったらもっとマニアックに今度はこんなクリアの仕方締めようあったとしても、うん、もう全て分かったとしたら、うん、つまんないでしょ。やらないね、うん、だから分からないとかできないとかね、そういうことが実は人生の喜びにつながってくるっていうことは、やっぱり改めてこの1年さらにそこを感じさせてもらえたよね。だから2022年は非常に僕としては楽しみな1年になるというふうに思ってます、うん、今ヨンちゃんがこうなんか欲しいものとか、 なんか目指したいこととかっていうのはあったりするの？まあ楽しみとしてね、やってみたいなっていうふうに思うのは、やっぱりオーダブルスピックスを更新させてもらって、あれやっぱり僕楽しかったのよ。あれすっごい楽しそうだったもん。YouTube で自分が皆さんにいろんなことをお伝えするとか、編集するとか、プロデュースするっていうのは、まあ好きか嫌いかというと好きで、能力とか才能っていうのもあるようには感じるんだけど、じゃあ一番自分にどんな能力が備わってるかっていうと、やっぱファシリテート能力だと思う。おー、ファシリテーターね。司会の技術っていうのはなんか先天的にあるような感じがしてて、確かに確かに、まあ、もちろんまだまだね、一流の人とかに比べると劣ってる部分はまだまだあるとは思うんだけども、うん、でも YouTube とかのコラボとか見てて、みんなのコメントとか見てると、うん、やっぱりヨンちゃんの引き出しがいいとか、うんうんうん、まあ、ヨンちゃんのなんか進行ですごく分かりやすくなりましたっていう意見をもらえたり、 それとプラス自分がやってて、うん、あの OWS ピックスってほとんど打ち合わせないままやってて僕がこう直感で回してるわけだ、はい、で台本もほとんど見てないし僕、うんうん、ほとんどの場面がそうなんで、やっぱりそこに自分の喜びと才能があって、うんうん、それが人になんか喜ばれることだとするのであれば、やっぱり来年はああいったことをたくさんしていきながら、うん、まあ、例えば学校教育をテーマにしてみたり、 お金というものをテーマにしてみたり、いろんなテーマでいろんな人たちと一緒にね、うん、ああいう場の中でいろんな議論をしていきながら、うん、なんか皆さんが参考になる考え方とかね、うん、生き方の手本になるようなものをね、どんどん発信していきたいなっていうのが、なんかやってみたいっていうところで言うとそうですよね。なるほど、うん、ちなみにその中でいろんなゲストがまた来ると思うんですよ、うん、どんなゲストが来てくれたら嬉しいとかありますか？全く僕の知らない世界の人、あ、全く知らない知らない世界の人が来てもらいたいなっていうふうに思うので、ぜひね、だからね、これ見てる視聴者の方の中でもね、ヨン、うん、ちゃんのチャンネルに出たいよとかコラボしたいよっていう方はね、うん、なんか逆に僕にインタビューしてくれるっていうよりは、僕がインタビューしたい方、はい、なるほどなるほど、聞きたい、いろんなことをね聞き出したいと思うんで、なんかぜひね、見てる方たちでヨン、うん、ちゃんとっていう方がいたら、ぜひね僕に連絡くれれば、うん、今まではどっちかというと、今まで自分の知り合いとか、そうだね、つながってる、もともとご縁のある方たちとやってたっていうところが多かったんですけど、うん、なんか2022年はよりね、まあ、いろんな方たちとコラボしていきたいなっていうふうに思ってますんで、うん、ぜひちょっと連絡いただきたいなというふうに思いますよ ね、 すね、さっきの話の流れだと前澤さんあたり来ていただけると面白いんじゃないかなと思いますね。前澤さん、僕はすごいなっていうふうに思いますよね、はい、やっぱり有言実行、うん、人が何と言おうと、周りが何と言おうとも、うん、自分の夢を諦めずに結果を出す、うん、そうすると人っていうのは結果を見て判断するですね、プロセスで判断しない人は、はい、ってことはやっぱり結果を出すと人は理解するんで、やっぱり言ってる人よりもやってる人だし、うん、やってる人よりもできてる人、そうですね、だから僕は常にこのできてる人になりたいっていうふうに思う自分がいるんで、うん、まあ、そのためにできてる人とか自分の違う分野で、ね、うん、すごく結果を出してる人の話はすごく聞きたいなって思う。いやー、ヨンちゃんがどんな引き出しするかね、楽しみにするすればね、だからまあ2022年は今年より明らかになったというふうに思うし、うん、今の、あの世界の中でこのプラットフォームでやっていいことでやっていけないこととかね、うん、だからそれが分かった、いろいろな意味、もう本当にね、うん、今は情報の出す場所とかっていうのもすごく大事だなっていうことも今年いろんな意味で教えてもらったし、うん、だから2022年はね、やっぱり皆さんよりね、情報を取るソースを選ぶ必要が出てくると思うし、自分の本当に感性に従って自分がいいと思ったところに行かないと、すごく生き方として苦しくなるし、違和感を抱えたまま生きるのって多分体にすごく良くないと思う、そうすると健康も害するし、だから選択するのは皆さんなんで、いいも悪いもない、コロちゃんとかワクちゃんも含めて、いいも悪いもない、こうしなさい、ああしなさいもない、なぜかというと、選択したものに対する結果とか責任は全て自分が負うことになる、確かに誰の責任もできない人生っていうのが ね、だからまあ2022年はすごく楽しみな1年に僕はなるなっていうふうに思ってて、うん、もうね、何が起きてもブレない人はブレない、なるほど、でもブレる人はまだまだブレていきながら、その中でも自分の軸を探していくっていうところになるとは思うんで、うん、
なんかよりねコミュニティとかそういったのもクローズドされていきながら、クローズの世界の中で、類友の中でいろんな情報とかいろんなご縁というのが含まれていくっていう時代に僕は突入したっていうふうに思ってるんで、うんうん、だから見てる皆さんというのは僕はもう家庭類友だというふうに思ってるんで、はい、皆さんと共に2022年もねより良い情報、より明るくなる気持ちになるようなね、まあ、そういった情報を届けていきたいなと思うので、僕はもう2022年は希望しかないと思って。おー、希望ですね。希望しかない。もう分かってるもん、みんな。あとは行動するだけだし、ね、一人で怖ければ仲間を見つけるだけだと思うのよね、うんうんうん、そうすると必ず皆さんの人生っていうのは自分の思った通り僕はなるっていうふうに信じてるし、新しいものが生み出されてくるし、素人がプロに勝てるとか、うん、そういったこうねイノベーションがたくさん起きる、そういった僕は2022年になると思って。確かに確かに。もう前澤さんがそれを見せてくれてる、うん、民間人でも宇宙に行けるですね、うん、今まではプロとか専門家じゃないとできなかったし、本性たちにが一定の力を持ったんだけど、今は素人であろうと実績とか経験がなくても、うん、見せ方とかやり方とかね、情熱さえあればある程度の結果が出せるっていう時代に僕は入ったと思うので、だから皆さんの夢がねより叶えやすくなるような、まあ、そういった2020年になるっていうのを僕は確信してます。うん、はい、いやー2021年終わって2022年はもう動きまくろうかもしれないですね。いやそうだと、まあもちろんその時には環境とかね、共にやる仲間っていう存在がめちゃくちゃ大事だと思いますんでね、うん、まあ、ぜひね、まあ、そんな方たちとたくさんつながった2021年だと思うんで、うん、そうした人をより縁を育んでいきながらね、新しい世界を皆さんと一緒にね作っていけたらなというふうに思っております。はい、ということでね、2021年もみんなのお世話になって、うん、2022年も希望に満ち溢れてるっていうことなんで、まあ、OWSTV はね、はい、今後も皆さんと共にどん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 進化をしていきたいと思いますんで、うん、まあ、今年はチャンネルもね10万人登録っていうのを達成して、ね、本当に皆さんの応援をたくさんいただいたね、ありがたかった1年になっておりますんで、まあ、皆さんのコメントを見ながら、うん、皆さんが望んでるものをね極力出していきたい、そんな風に思っておりますんで、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。皆さん2021年ありがとうございました。ありがとうございました。2022年良い年をお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。ボイシー始めました。毎日22時に配信、フォローお願いします。